さんどうもこんにちは、ワンディー&ユーポンです。今日は皆さん8月5日は何の日かご存知ですか？ポン酢の方はもうね、今日の、まあ、ちょうどね0時ぴったりにお祝いをね LINE ライブでしてくれました。そう、何のお祝いかというと、私のノーポンの誕生日です。おめでとうございます。で、ってことで今日は何をしていくかというと、まあ、背景がね、今日は真っ白です。まあね、誕生日なのでね、こう飾り付けだったりとか、今日はダイソーで購入してきたのでやっていきたいと思います。で、床じゃちょっと申し訳ないので、加湿器こんにちはって感じで、ちょっと待ってね、これということで、こちらをね用意したので、早速飾り付けをやっていきます。で、あとね、こちらちゃんとねプレゼントも買ったので、これも一緒に置いてやっていきたいと思います。はい、とりあえずまあこういう風船とかをね膨らませていく作業からやっていこうと思います。ということで早速やっていきます。まずね、なんかね、これ見たことあるかな、ハートの吹雪のやつ。そう、これマジでやってみたくてやりたいと思います。なんか一つ5個ついてんだ。え、ついてんの？ってことで膨らま、あーほんとだ、いっぱい入ってる。膨らましていきます。とその前にちょっとリップがつきそう。え、何年ぶりだろうこれ。うるさ、これ。え、すごい。え、かわいい。縛れるかな。え、縛れない、どうしよう。あ、どうしよう、縛れない。どうしよう、縛れないんだけど。よいしょ、あ、できた。うん、縛れた。見て、かわいくない？ね、初めてさ、これさ、やったんだけど、こんな感じなんだ。いきます。難しいこれ。一番最初に一番苦戦してるよ。え、どうしよう、本当に無理なんだけど。縛れない、どうしよう、指が邪魔。待って、え、これ、あ、そういうやつ、あ、これで止めてくださいみたいな。そういうこと、あ、これで止めてくださいってやつ。大丈夫ね、大丈夫だね、 OKOKOK。そういうやつだわ。こういう、このゴムで止めてくださいってやつだと思う、多分。なんか縮んだ？オッケー。え、これさ、風船縛れる人っていんの？なんか無理なんだけど、うち。オッケー。ちょっと大変だ、でもこれだけにしとこう。もうこれだけでもなんかメリークリスマスって感じ。だってね、これ見て、お花買ってきたの、これ。よくない？これを敷くんです。ここに。あー、かわいい。掃除めんどくさそうだけど。でね、ここにね、置くんです。こういう風に。そう。で、なんか、こちらです。ね、なんかへこってんだけど、どうしよう。でさ、これさ、うちもともとこういうキラキラ持ったの。こういうキラキラ、こういうのでもこう、あら、ロマンチック、いいと思います、こういうのも。で、そしてここで肝心なものといえば、これ誕生日の数字を飾ります。8月5日なんで、これをね、次はこちらの作業をやっていきます。で、なんかね、壁に飾るのなんかできなかったの。まあ、いつだっけかやったんだけど、だからこれね、上に置きたいと思います。これありがたいことにストローが入ってるんで。オッケー、次8です。じゃじゃーん。え、どうなってんの、どうなってんの。え、なにこれ。あ、こうなるわけね。
うわすごい8になった。なんかね、本当はさ、今さピンク売ってるじゃん。ピンクが良かったんだけど、なかった。ゼロがね、もうピンクないのよ、1個も。けど自分の誕生日の風船はね、もう確保できた、ピンク。やっぱ売れるよね、ゼロっていうものはね、みんなゼロつくから。ということで、膨らませてきたので、置いていきます。置けなくね？絶対また両面テープじゃん。いいね、いいと思う。見て、すごい。そして次これハッピーバースデー。これね一番大事だと思う。はあ、これ大事。これはなんかマスキングテープでちょ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 って貼ろうかなと思った。ハッピーバースデー、こうでしょ。長い、長すぎる。なんかね、こっからねやった方が良さそうな気がする。もうちょっと、もうちょっと上、もうちょっと上。そう。やばくない？めっちゃ皮、めっちゃ皮なんだけど。あとこれもね、ちょっと一応開封しとこう。さあ、これさあめっちゃ変だと思わない？あ、こうか、こうやればいいんだ。あと待って、あれだ、あとこれね、ハートよ、ハート。あとやっぱこれだと思うの。やっぱりママポンって言ったらやっぱこれだと思うのよ。これもね、ちょっと置いといてね。見て、持ってきた。よいしょ。かわいい、これ。ちょっとかわいいわ。あ、そうだ、かわいい。これこの2つが好きって言ったから、そう、しっかり、そう、いい感じ。待って、やばくない？やばい、これはね、かわいい、本当にかわいい。見て、こちらもね、買いました。まあ、1個は私の誕生日って感じだね。はい、ということで、完成したので、早速ママポンを呼んでいきたいと思います。ママポンを呼んでいきます。ママポン、はい、ママポンお誕生日おめでとう。何マメツキ、しっかり気づいてくれた。いや、なんか置いといた方がいいかなと思って。かわいい、かわいいでしょ。ほら見て、ありがとう。これが誕生日プレゼント。あ、写真撮る？あ、そうだね。お写真タイム、ただいま撮影をしております。ということで、じゃあプレゼントを渡します。イエイイエイ。ってことで、ママポンお誕生日おめでとう。ありがとう。はい、プレゼントです。やったー。やだ、見えないとこでこうやってやってる。これどこに置いとけばいい？ね、見て、なんかうちがさ、あのガオラっぽい。これママポンの誕生日じゃない、もはやこれ。はい、ってことで、今日は8月5日はママポンの誕生日なので、誕生日の飾り付けをしました。少しでも、ね、喜んでくれたら嬉しいです。喜びました。喜びました。よかったです。はい、ということで、本当にツイッターでもたくさんのママポンへのお祝いメッセージ本当にありがとうございます。ありがとう。で、あとね、あのツイッターの他にも昨日 LINE ライブちょうどね、あの0時回った時にやってて、でその時にもお誕生日おめでとうっていうギフトがね、本当たくさん届きました。本当にありがとうございます。
ねえ、あれ嬉しかったってさ、うちじゃなくてもすごい嬉しかったもん、あれ。ほんと皆さんありがとうございます。ってことで、次はゆっぽの誕生日ですね。ゆっぽの誕生日9月7日ですので、皆さんのお祝いコメントお待ちしておりますはい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、おつぽん、まぽんお誕生日おめでとう。しっかり配置も。